この間授業参観行ったのよ。うちの子はそいつに合わせた個人クラスみたいなのがあるのよ。一限だけとか、それとも全部？全部じゃない。だから体育とか給食とかは他のメインクラスと一緒にやるんだけど。メインクラスとそれじゃないクラスがあるの？そう、うちの小学校そういうのがあって、そこはなんか1年生から6年生までがいる混合者クラスで、うん、でかといって俺らの時代みたいな知的障害者がいるわけじゃないのよ、うん、普通な感じなんだけど、まあ、少数でやってるんだけど、俺からするとすげえお得なのよ。っていいなと思って、そういうクラス、うん、手厚く教えてもらえるんだよね。でもそこ学年違うのにどう教えんの？行った授業参観でやってたのが、一人持ち時間与えられて、うん、発表するみたいな、みんなの前で。で、あるものはピアノを弾きますってピアノ弾いたり、で、うちの子はクイズを作ってきたんで、クイズやりますっつって、うん、そのみんなに答えさせて、ブーとか、あのピンポンピンポンってあるじゃん、うちにあるやつ。あれ持ってっていいんだ。持ってってあれでやったりとか、他の人はなんかスライドでクイズ作ってきましたっつって、あのパソコンのスライドでクイズをやるとか、うんうん、個人の責任が重いっていうか、その。だって、そんなの普通の学校じゃない。逆にお得だね、ほんと。お得なの？クリエーションできる時間がある。でね、結局これって、幼稚園からもう決まってきてて、うち幼稚園そういうとこ入れたのよ。うん、市役所に行って、ちょっとうちの子って集中力ないし、とかっていうことを言うと、うん、認定してもらって市役所に、うん。役所に認定してもらうと、そういう幼稚園に行けることになるのよ。おう。で、うちそういう幼稚園行ったのね。うん。で、やっぱそういう幼稚園行ったっていう実績があるから、小学校もそういうクラスに行けるのよ。うんうんうん、で、俺はそれのことをモンキーテストって呼んでるんだけど、あ、これって要は猿にバナナ吊るしてこの台の上乗っかったら取れるっていう知能があるかどうか調べるみたいなことあるじゃん、うんうん、ああいうようなことをやらされるのよ。役所とか行って、それを判断するために、じゃあここに積み木があるから3個積んでやってとかって言われたことをどれだけクリアできるかによって、うん、いい点叩き出せば、あ、全然普通だからそういう幼稚園に行けないですよってなったりするので、うちは晴れてモンキーテスト不合格になったからでまあだからそこで伸び伸びとしたね、その幼稚園の体験をしつつ、途中中間モンキーテストもあるのよ。おう。でその中間モンキーテストも横で見てたらさ、穴の開いた石がいっぱいあるから、これ5個通してくださいとかっていうような、うん、できちゃったら普通のに行かされる。一応もうその幼稚園入ってるから、急に出てけてはならないよね。幼稚園も2年間あるから、結果的には、その途中、中間テストで、あ、でももう普通の幼稚園に行ってもいいかもねってなって、その2年目から普通の幼稚園に行ったの。でも、小学校は一応そういう経緯があるから、そういう小学校クラスがあるっていうので、そこにうちは入れたの。でも普通のところに入れなかったのは何の不安があったの？要はさ、昔俺らの時って、なんか聞き分けの悪いガキは放置だったじゃん、うん、ふらふら歩いたって注意されて座っときなさいよっていなされて終わってたじゃん、うん、いたじゃんクラスに何人かは、その全集まった時に幼稚園でも、まあなんか俺なんかそうだったの、なんか結局言うこと聞かないみたいな。で、それはそれの集団として認められたのが、なんか最近はなんかそういうやつに寄り添うみたいな、うん、なるほど。だったらそっちの方がいいじゃんってことで、うちはそういう風に持ってったんだけど、うん、友達って仲いい子もそこの同じクラスの子なの？違うのよ、それは普通の方の。そんな授業参観が面白かったの。うちの子はクイズをやりますとか言って、逆にすげえなと思って。俺らの時なんかさ、緊張してできないよ普通に。一クラスの中の、俺なんかそうだったよ、なんかないっぱいいるから、その中の一人だから、なんかおとなしくしてりゃ時間が過ぎるっていう感じなのに、うん、そのクラスはある意味特進クラスじゃんと思ったのよ。うんうん、持ち時間与えられて発表するってと思って、で、うん、そこの場がさ、もう俺結構笑い本当にこらえちゃってさ、なんか、うん、うちの子がね、ツッコミがすごいの。なんかヒントが3文字とか言ってなんか答えたら、3文字だけどとか言ってツッコミがもうそういうツッコミなのよ。なんかあと謎のツッコミが答えたら、はい言うと思ったとか言って次もう司会じゃん。おもろくて、そのなんか一個一個のその返しとかさ、あと、その、やっぱり家庭内で出てきた良くない、その、俺の言葉とか言ったりしちゃってんのよ。はい、これ簡単です。はい、モンキーテストです。とか言っちゃってんのよ。だけど、そのモンキーテストですとか別に拾われないんだけど、誰にも拾われないけど。え、そのさ、はい、言うと思ったとか、3文字だけどって突っ込んだ時にさ、周りが、
斉藤さんは終わらせてもらってるけど、周りはどういう感じなの？周りもなんかちょっとクスクスしてんのよ。あ、そう。じゃあ人前とかでも結構普通に発表できる。むしろそこが頭いいクラスさ。うん、だからこれはラッキーだなと思って。6年までいけんの？入れると思う。え、最高じゃんそれ。でももし台を使ってバナナを取るっていうのクリアしちゃったらダメだけど。お前台、お前台を使ってバナナ取るの分かるやつじゃん。ダメダメっつって。でもそいつら、モンキーテストのクラスは頭いいから分かんないなって言うんじゃない？逆に。分かんない。そこにいるために。大人は逆にからかってさ。でもさ、そこに6年いたらさ、差はめっちゃつくんじゃん。いや、うん、と思う。人間として。いや、そうだと思うよ、本当に。なんかさ。めっちゃいいじゃん。でね、その、だから授業参加に2日行ったのよ。で、その2日後に全体の方行ってきたの。いわゆる普通の方。あ、そっちにも参加してたの？そっちにも参加してるから。その時は何の授業だったの？体育館のステージでピアニカをやるとか。その一個人に割り振られたタスクは弱いのよ。確かにね。その大勢の方なんて多分見せ物だもんね、親に対する。2日行ったでしょ、その特進クラスと、その全体の方行ったら、うちの子確かに浮いてた。どういうこと？なんか、あいつ足の骨折れてんのかなってぐらい足グネ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 やってたのよ。他やってない、誰一人として足グネグネしてていなかったのに。あとなんか、あ、おもろいなと思ったのは、なんか縄跳び先生が2人やってそこを飛んでくっていう余興もあったのよ。うん、その時にそのあれってさ、こう縄見ちゃったら多分入れなくなっちゃうじゃん、ずっと。でうちの子は得意なのね、飛ぶの。うん、前の女の子がこうロープを見て止まっちゃうタイプだったのよ。でもう後ろでさ、もうこんなんなってるの、もう飛びたいから。その子がずっとロープ見ちゃって止まっちゃったの。うちの子はもう一回地べたに座るっていうボケやったからね。一回座ってで飛べたから慌てて立っていくみたいな。確かに全体の中の見たら浮いてるモーションがあるわけよ。なるほど。おもろいね。いいね、子供もいると。どうなるか、毎回変化していくの楽しみだ。まあ算数ちゃんと教えたらできるし、まあいいクラス入ったなと思うよ、本当に。いや、それいいね。面白そうだもん。俺もああいう風に。俺もやってほしかったな、それ。だからそんなこんなで、小学校は今のところいいなって話になってんのよ。それは確かにいいね。引っ越すのは嫌だね。だから他の小学校にどれくらいそういうクラスが今あるのか知らないけどさ。で、まあ、価値観の問題だけど、今ね、子供がちょうど幼稚園入れるとかっていう人がいるなら、まあ、入れるならむしろそういうとこ入った方がいいよっていう。いいよね。親の変なプライドとかはない方がいいよって、なんかその、うちの子は普通ですよとか。嫌だよ、俺、自分は普通だったら。そう。余計に金がかかるとかもない？むしろ安いの。それうまく利用して天才になったやつとかいそうだよ。でもさ、子供って素直だから、モンキーテストできちゃうやつはできちゃうと思うのよ。うん、あ、思うのは、親の教育だなと思ったの。その、規律、要はさ、座ってください、入って座るとか、立ってください、立ちます、高いところにあるバナナを取ってくださいとかって。でもそれは多分、教育熱心な家庭は、おそらくやってると思うの。1歳、2歳、3歳で。うちはね、そういうのはあんまやらなかったのよ。ああ、なるほどね。